ございます。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。北区に住む平木圭司さん。ご飯食べる？自宅で91歳の母親英子さんの介護をしています。8年ほど前から始まった介護生活。平木さんは介護に専念するために仕事を辞めたといいます。毎朝母親の着替えを済ませ、朝ごはん作り、一番食べてくれるってものをちょっと選ん で、 でそのもの好きやから、でそんな感じでご飯食べるぞ。もずく置いとくよ。もずく、ああもうそんなもん食べれんがな、置いとけ。はい、持って行って、もっと。いらないの？食べないと持っていけないんだよ。食べてちょうだいよ。絶対もう嫌だから、もう食べてもらえな。よいしょ。平木さん自身の朝ごはんは、自分が食べるなんてね、食べてたらもうできないんだもん。皆さんそうですもんね。みんな自分のことはとにかくさておいてね。あ、トイレだ。うん、あれトイレのね、銀なんだね。うん、トイレ。オッケー。あっという間に母親をデイサービスに送る時間です。自分を育ててきてくれた優しい母親。しかし介護生活では息子である自分にだけ強く当たるといいます。まあ自分が後悔しないように、急げ急げ、行きます。辛いこと本当に あっても親の前でこういうふうになれないもんだから、どんどん変わっていく親を受け入れてあげなきゃいけないんだけど、心の準備がまだできてないもんだから。介護に追われる平木さんですが、実はもう一つの居場所がありました。こんにちは。ランチ呼ばれます。ランチ、はい。ここは春日井市にあるカフェ、テトリンハウス。ただ普通のカフェではありません。はい、どうもどうも。お母さんはデイサービス。お母さんデイサービスですね。そう、今日はお願いしました。平木さんの介護事情に詳しい人たち、実はここ家族の介護をする人たちの相談も受け付けているカフェなんです。代表を務めるのは岩月真紀夫さん、元看護師です。岩月さんも母親の介護を経験した介護者の一人。母親の入浴や食事など身の回りの世話をする中では、早く死にたいとかね、早く消えたいとかね、なんでこんな一生懸命周りはやってんのにさ、そんなこと言うんだろうねって、本当辛くなっちゃう。介護での辛い思いや弱音を吐き出せる場所を作ろうと、10年前にテトリンハウスを開きました。介護が必要な人の数は2022年度時点でおよそ700万人、2040年には872万人まで膨れ上がるという推計もあります。非常事態だから、介護が始まるときとか相談にいらっしゃったり、他の介護者の声聞いて、あ、そういうこともできるんだみたいな、そういうのが気楽に自分の手の届くところで情報が得られるっていうのがね。店内にいたのは全員介護者。夫が5年前にアルツハイマー、私の名前も忘れてるんですよね。だからもうこの先どうなるのかと思って。
介護の悩みや辛さを打ち明け合う介護者の集いの日です。ただ共有するのは辛い経験だけではありません。介護は苦しいばっかしやなしに、夫婦愛で非常に順調にいってることをここで言いたい。要介護者が穏やかになるとすっごい満足感があるような感じ。なるほどね。だからどうのかな、介護やれるんだけど。参加者の中には平木さんの姿もありました。怒らせるとダメっていうのは分かってても、先に私の方がちょっとプンプンしちゃう、焦っちゃう、もう焦りでもプンプンしちゃう。怒ったらダメですよ、病気なんだ。僕もカカッとどっちもなる方やけど、すぐには分かんない。絵に描いたら餅のようにはいたんもね、何でもね。じゃあ皆様1ヶ月またお元気で。感情をこうお互いにぶつけ合うっていうことができるっていうのはもう他にないんですよ。親のことだけを聞いてくださるのではない会だから、やっぱりここはやっぱり素晴らしいね。私たちにとってはもうかけがえがないっていうかね。テトリンハウスではこの他にも介護者を支えるイベントが開かれています。平木さん、この日は母親の英子さんと一緒に来店です。ブルースだ。ネイティブがいいかな。ちっちゃめ？短め。ああ、根元に。カフェで開かれていたのはフラワーアレンジメントの教室。平木さんも英子さんも気分転換です。できた。カフェの方がよかった。なかなかいいね。やっぱり自分から楽しめるものっていうのといいみたい。うちへ帰ってもね、ワクワクしたままでなんか口ずさんでる。下手くそだけどね。もう本当にこもってて二人きりでみたいなところだと、この生活いつまで続くんだろうみたいなとこだけになっちゃうと思う。介護者の方がこう社会の中に入っていく、そういうための時間として意義があると思ってます。